日本中のバイクレースファンが注目する今年の鈴鹿8時間耐久ロードレースは7月の21日開催です。私が見始めた頃、1990年代は7月最後の日曜日という決まりがあったと思うのですが、最近は日にちが前後することもあり、今年は前倒しです。今年も事前テストが2度行われました。そして私はこの2回目を見てきました。当然8体に向けてマシンセッティングをする機会ということですが、そこでおおよそ分かってきたことを炎なりの視点で皆さんとシェアしたいと思います。私も普段仕事しており一気に動画は作れませんが、コツコツと動画を出しますので、またよろしければチャンネル登録高評価ありがたいです。そして8体本番に鈴鹿に行くきっかけになれば私にとっての喜びです。8体はチーム戦です。チームがあってライダーがいる、あくまでチーム主体、そんなレースですので、チームごとに私の知る情報をシェアしていきます。まず最初はここでしょう。2022年、23年と優勝しているチーム HRC です。でも今年はね、少し違います。今年はなんとゼッケン33番ではありません。実は年間登録チームに33番がいて、 HRC は30番になりました。そしてライダー2連勝の立役者の長島哲太選手が今年は参加しません。ライダーはエースに高橋匠選手、全日本から名古屋鉄平選手、そして元 GP ライダーのヨハン・ザルコ選手です。そして補欠第4ライダーに、なんと荒川幸太選手が名を連ねてます。とんでもないことです。とはいえね、レースは走れなさそうで、まあ何かあれば出るという形の待機です。赤いシャツがなんともまぶしい、いよいよ一つステップを上げたのかな、そう思います。また元 GP ライダーのザルコ選手でしょう。私コースインから見てましたが、もう初物尽くしのコースインです。さすがの現役の元 GP ライダー、初めてのコース、初めてのチーム、初めてのバイクとタイヤでしたが、まあ、最初からねもう流れに乗ってました。これとんでもないことだと思います。今回テストではむちゃくちゃなライン取ってたりとかしたこともあり、目立つタイムは出ていませんでしたが、まあ、コースサイドで見てて、まあ、旋回の仕方や体の使い方がかなり参考になる、全然違いました。その辺はね、次回本番に来るときにまた少し修正してくるでしょうし、やはり元 GP ライダーすごいな、そういう風な思う走りでした。さて HRC 号ですが、このバイクは CBR1000RRR ですが、まあ、ワークスバイクです。同じ形をしてますが、まあ違うものです。まあ、ホンダのね、威信をかけて製作されたもので、まあ、市販車同様、2024年モデルでモデルチェンジした部分は変更となりました。ですので、このマシンもまだね本領発揮できてないでしょうし、 SBK 同様まだまだ伸びしろがあります。これもねまたじっくり見ていきたいと思います。今回テストでは2分6秒3と3番手タイムでしたが、おそらくそんな順位タイムで終わるわけではないと思いますし、ウィークにどんな速さを持ってくるのか、それが楽しみです。現役元 GP ライダーが本気で予選を走るとレコード出ちゃうんじゃと思って期待してます。おそらく EWC の本場フランスでもザルコ選手の参戦大きなニュースでしょう。もしかしたらね、フランスからたくさん観客来るかもしれませんね。さて次は YARTチーム、ヤートチームですね。ゼッケン1番、昨年の年間シリーズチャンピオンチームですね。 EWC の世界耐久選手権のパーマネントチーム、前回のねスパ8時間耐久では優勝しました。そしてヤマハのトップチーム、HRC 同様に全日本のヤマハファクトリーチームで来てくださいよと思う部分がありますが、まあそうでもないんです。とんでもなく早く、まあ、ヤマハファクトリーレーシングに引けを取らないところがすごいところです。まあ、ルマンとスパ見ていてもマシン的にも抜群の旋回力がそのままに、もうコースを、ね、右左縦横無尽に走り回ってます。場内向きでファクトリーチームが来てもむしろヤートチームに勝てんのかなって思う部分があるので、まあ、R1 の同士打ちになる前にエース一本化ということで
ヤマハファクトリーは参戦しないのかなと思う部分もあります。実際スタッフは今回ヤマハファクトリーレーシングから来てる方もいらっしゃり、おそらくねこのバイクはファクトリーバイクに近いもの、もしくはねそのものなのかなとも推測します。メインで触ってるのはヤートの、メカさんたちです。まあマシンはさておき、何がすごいってこのチームやっぱライダーですね。まあ、3人ライダーがいて3人ともがすごく速く、練習からね一緒にコースインして走ってます。おそらくねお互いに見合って、コース上で待ってたり、近く走ったり、まあ、いいところ悪いところ、改善できるところなどをインターバルの間に話し合ってるんだろうなと思います。世界耐久 EWC のパドックでも3人大体一緒に食事したりとかしてて、まあ、コミュニケーションはねバッチリなんでしょうね。マシンも乗り換えしてたので2台のバイクが両方とも同じフィーリングなんだろうなと思ってたりします。まあ、もしくは3人ともが多少のフィーリングの差を許容しても、まあ、同じスピードで走れる考えを持っているんだなと思います。まあ、マシンはそのまま大きく仕様を変えずライディングで修正してタイムが安定して出せそう、そんな雰囲気が伝わっています。実際この MC 試験で見てましたけれども、ヤートの R1 は別格で速くて滑らかに立ち上がっていってました。とはいえね、R1 もモデルチェンジしていないので、まあ、蓄積データが圧倒的にあるでしょうし、それらはね、鈴が来て乗り出しから、まあ、不安なく走っていることでしょう。コースインもピットインも大体一緒。この時間はライダーの慣れに全振りしているような感じがしますね。こちらもね今回テストが1年ぶりの走行でいきなり速かった。耐久レースのこういうところっていうのは大きなメリットだと見ていて、マシンの心音変更に対しても3人の中で優先順位的なものはおそらくないでしょうし、耐久レース中にねマシンはクタクタになりどんどん変化していって、まあ嫌だなここを変えたいなと思っててもピットに戻って修正なんてできないですから、まあ、ライダーのマインドセットが同じっていうのは、すごくメリットがあると思います。あと私今年 EWC にチームエトワールに帯同している中でいろんな縁があり、カネパ選手ともね最近言葉を交わしていて、まあスパではねあんたのことフォローしてるよみたいなことを声かけてくれて、まあなんかいい感じです。彼のオンボードは世界中の人が見ていて、まあ、EWC がねもっともっと世界中に注目されればなと思う中でスター選手の一人です。そしてこのヤートチームは今 EWC の中で最速なチームです。 EWC のパーマネントチームにあってヤートチームは、少しピリピリしてるっていろんなチームが言われてましたが、それでもね、言ってもみんなフレンドリーです。まあ、耐久レースを完走せようぜという空気を感じます。まあ、EWC のね、魅力の一つです。さて全日本勢の中の今年一番の注目はやはりチーム金山ドカティでしょう。スプリント仕様のファクトリーバイクをそのまま耐久仕様にして走ります。全日本ではまだ優勝しておりませんが、走るたびにライダーの水野選手が走り慣れてきているのを感じますし、今回さらになんというかもう思いっきりね走れているような気がします。開幕の時は気温がとにかく低かったせいですか、ちょっと慎重に走ってるなと思ったんですけれども、今回はね激アツではないんですが2分5秒1と、後続を、ね、圧倒的に引き離すベストタイムでした。そして驚いたのは水野選手が、まあ、ずっといいペースで周回してたということ。まあ、ベストタイムがどうこうというよりもそのコンスタントの走りっていうのがもう多分ねみんなビビってたんじゃないかなと思います。まあ、コースサイドで見ててあ速いっていう感じでもないんですよ。こういろんなスライドやったりこうバイクの挙動が出てトリッキーな走りってわけでもなく、スムーズにマシンを曲げて立ち上がっていく、それでねすごくタイムが出てるっていうのが、まあ、やばいなと。まあ、コースで一緒に走るライダーに印象を聞いても、まあ、コーナーともかくもう直線が速すぎてビビると言ってました。早く旋回させてアクセルを早く開けて加速させれるという部分が、まあ、そのコメントに出てると思うんですが、まあ、半年乗ってね、ついにこの状態に来たかった。さすが SBK チャンピオン号だなと思うところです。まあ、全日本の、ね、後半戦がこれまた一つ楽しみです。またハイゲンは独特の乾いたブーフォーサウンドで、これもね聞いてて伸びていく感じが気持ちいいです。まあ、心配なのはやはりエースとのタイム差。
ハフィズ・シャリーン選手とジョシュ選手も徐々に水野選手のペースになってきてますが、まあこれはねレース本番でまたさらに詰めていくことでしょう。またもう一つ、私このバイクの市販車乗りましたが、まあもうマシンの熱が半端なかったです。真夏本当大丈夫みたいな、それが一つ心配なのかなと思ってます。あとサプライズで初日第4ライダーがコースインしてました。香山さん走りを取りましたよ。おスケインで見せなさいよ。送ります。今回はテスト上位3チームの走りでした。それぞれに言えるのが2台ずつ近くで走ってて、それぞれが引っ張ってた。もはやマシンは仕上がってる、触らないからあとはライダーがペースを作れ、そんな雰囲気でした。それぞれがね、仕上げにかかってました。あと全車両に言えることだと思いますが、まあ、燃費でしょうか。普通に走ると8台を8セッションで、行くはずなんですけれども、なかなかやっぱり燃費の部分でいけないようです。ECU のセットや、まあ、最高回転数を落とすとかして対応はしてると思いますが、まあ、タイムが落ちることとの兼ね合いが必要でして、まあ、聞いていても結構難しそうですね。1セッション28ラップ1時間に1回のピック、まあ、ハードル高いですが、その部分もチャレンジするのかしないのか、その辺も含めてこの8体の最初のセッションを注目してみたら面白そうです。まあ、今回ねこの3チームを優勝候補として挙げました。最強最速の上昇チーム HRC、 EWC 最速ゼッケン1番ヤートヤマハ、そして今回最速のドカティチーム加賀山、それぞれが勝つつもりで当然来てるでしょうし、楽しみすぎます。とはいえねまだまだすごいチームが控えてます。まあ、動画作っていて楽しいです。またね作りますので見ててください。